カニゲンのテーマがギターのコードが知りたいという声まで上がってきたのでですね、ギターのコードレクチャー動画を作ってみました。まずは1回ワンコーラス分、弾いてみますので、それを見て大体の感じをつかんでください。じゃあ行ってみます。何回か繰り返すっていう感じの全セクションになっております。ある構成としては、まずジングル的、セクション、そしてサビ、そしてその後、売り込みっぽい売り込みっぽいセクションで、 A メロ、 B メロで、サビ前の、ブリッジ、実に6ほどの構成になっておりますので、ややこしいんですが、トライしていってみましょう。それではまず、オープニングにあたる、ジングル的セクション、いってみます。カニゲン、カニゲン、たたたカニカニ、アホほど食えてゆかにかわ、カニゲンでぶつかるかわ、ゆうさんとめあかみたわ、カニ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 、これがですね、まず、パワーコードで C、D、G、G、G、半落ち、E って落ちる感じです。C、D、G、半落ち、E、C、D。で、G なんですけど、ここは2回目のところは上の G に行った方がかっこいいです。で、C、D、次、半上がる。D の半音上がり、E で A から A、B 挟んで C、D、もう一回いきますね。で、俺の場合半音下がるとか半音上がるっていう時出てきますけども、そういう時の俺の弾き方は、パワーコードのやつからまあ、ルート音だけ半音落とすんですけど、それだとやっぱり私音楽の知識習ったことないので、かなり独学なんで、なんて言ったらいいか分かんない、自分なりの表現になってしまうのは ご容赦ください。半音落とすときは例えば G から半音落とすっていうとこあったじゃないですか。 G からルート音だけ落として、でそれだけだと、このパワーコードってさ、この6弦と4弦1オクターブ上になってるでしょ。そうすると半音ずれになるわけじゃないですか。このオクターブ上に対して半音差っていうのは気持ち悪いから、ここも下げて僕は上げてますね。この G から半音下がるときに、
6弦を半を下げるで4弦も半を下げてます。でこういう押さえ方になりますね。こうだった、こういう押さえ方パワーコードだったまたものが こうなります。4弦と6弦両方下げてやります。これと同じようにさっき D から半を上がるっていうところもあったんですけど、あれも同じようにパワーコードの D から今度、3弦と5弦を半を上げてあげます。こういう風に弾いてますね。私はその弾き方でいければベストです。もう一回いってみます。カニシーディー G 半落ちシーディーで上の G シーディーで半を上がる E で A から E 挟んで C D こう弾いてます。カニガンカニガンカカカカニカニアホほどくっていうカニタワー何ゲンレベル使ったら予算旅やカニタワーカニ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 でサビに行きます。おいしいカニ食い放題やでよだれめちゃでんでトントンボリのカニゲンメイクツのカニタワー全部食い切れるなら予算を食べて、詳しく解説していきたいと思います。 G ここはパワーコードではちょっと物足りないので普通の G ですね。メジャー G メジャーちゃんと全弦弾いてあげます。で B マイナーでC はパワーコードって言ってますね。まあパワーコードに上何加えるかはお任せします。で G から半音ずつこのオクターブで落としてきます。ここは結構歌いながらやるのはかなり難しいと思いますけども、できれば6弦の方はハーフミュートでズクパーズクパーっていくのがかっこいいでしょうね。半音ずつ下がっていくので3-5-2-4-1-3-0-2でいきます。でその後ドトンボリのカニ弦なんですけど E マイナーなんですからドトンボリので B マイナーカニ弦C メイプツのカニタ D で全部食い G 食いれる B マイナー CDG で終わりますね。予算食べてこの終わりの G も上の G で行った方がかっこいいでしょう。予算食べて、まあ、歌いながらだとこの指飛びが大変な人は予算食べて、まあ、下の G でも大丈夫です。もう一回サビやってみます。おいしいカニ食い放題やでよだれめちゃでんでトンボリのカニゲン名物のカニタワー、あこれカニタワーの後に半を上げるのを言うの忘れてた。ドトンボリのカニゲン名物のカニタワー全部食い切れるなら予算食べて、これがサビになります。でその後、名前の付けようがないんですけど売り込み的、セクションという。食い放題しゃぶしゃぶ私にうまい放題大阪のカニ弁においでやうまいつわいたらばのカニ弁って弾いてますね。これはもう C D E D C 往復してこう戻ってくるだけです。カニ放題シャブシャブ私にうまい放題大阪のカニで D で G に飛ばす。においでやうまいつわいたらばのカニ弁 C D E D C D G C D E D C D G ですね。あとは A メロと B メロでと、サビ前のブリッジで終わります。A メロ G からいきます。G の、全部
弾く G, G でいきます。どこにも負けねえ、リピート。うまい感じが食いたいなら、ここだけの話。ここで A マイナーですね。A マイナーですけど、俺このマイナーの音は弾いてません。パワーコードの A でいいかと思います。なんか、マイナーのコード合わない、いらないですよね。かといってメジャーでもない。こんなに明るくもない、ないので弾かずに。ここにも負けへん、うまい金が食いたいなら、A バーコード、ここだけの話やで。Dマイナー、カニゲのキャリーが D 一番やで。で C から、ゼピンカー、4キュッパーで食いほら D、エチも覚悟。で、このあと E、E から、せやけど喜んでもらいたいから。ここが弾けるとかっこいいんですけど、E マイナーから、せやけどよ。ダダ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 っていう中間を入れてやるとギター一本でもこうバンドっぽさが出てくる感じがありますね。E2 回弾いたら3-4、この6弦の3-4-3-4で A までいきます。で中継感も B 入れてやって、他にもっていう感じですね。どこにも負けうまい金が食いたいなら、ここだけの話よで、カニゲのカニが一番やで、ユキパの食いもらいは赤字も覚悟、せやけど喜んでもらいたいから、毎朝おいしいカニ仕入れてるやで。その後ブリッジですね。あ、今 AB が終わりました。で B メロ、これブリッジ楽しいですよ、弾いてて。って感じですね。まあ、コードというよりは、ライン弾きでいく感じですね。ベースと一緒にこうユニゾンする感じですね。感じですね。6弦の3-5、6弦の3-5で4弦ので、5弦の2-3-5-2-3-3-5-2-3で、余裕があったらここでトリルをかますと雰囲気出ますね。でサビ前に、これも俺なんていうコードなんか知らないですけども、手探りでこう感じのいい、ハーモニーを作ってるだけなんで、1、2弦、3弦の3フレット、全部3を、なんかこうブルースというかよくわかんないですけど、苦しめのサビ行く前に一回こう苦しさを味わってから一気に解放させてあげる、フラストレーションをためるためのハーモニーかなと思います。っていう感じますよね。って感じですね。カニゲの名物カニタワー、かっこいいですね、ここは。ニケの名物カニタワー、これで全セクション終わりです。おいしいカニ食い放題やで、よだれめちゃでんで、ドルトンボリのカニゲ名物のカニタワー、全部食い切れるなら予算食べて、頑張ってみてください。